おい、何か私に求めていますか？なあ、ちょっといいか？今お話ししてもいいですか？少しなら時間はある。ここまでの旅を通して情報収集に力を入れてきました。それで自己診断したところ厳しい結論に達しました。私の科学的進歩を妨げていたのはデータ不足や共同研究の少なさではないのです。これまでに偉大なロボット科学者はいませんでした。これは避けられない現実なのです。今やっている研究はそんなに悪くないはず。優しいお言葉です。ですが何かが変わらなければ努力し続けても停滞は免れません。アインシュタインや私の名前の由来となったキュリーなど歴史上の偉大なる科学の賢人たちはローデータの解析能力以上の何かを持っていました。彼らにはひらめきがあったのです。この神出鬼没の創造性こそ手に入れなければならないのです。どうするつもりだ？この不思議な世界で医学の知識を深めるには大冒険に出るしかありません。人間もしくはできるだけそれに近い存在にならなければいけません。私のすべてを人間の脳にダウンロードする方法を見つけなければ。そんなことは可能なのか？それは誰にも分かりません。戦前認識と記憶の分野は大幅な進歩を成し遂げています。きっと手伝ってくれる人がいるはずです。少なくとも正しい方向に導いてくれる人が。もし脳外科医、人工知能プログラマ、それか頭部に関しての専門家を探したときはぜひとも引き合わせてください。旧州議事堂を見ましょうよ。観光客用パンフレットはないかしら。インスティチュートがやっと消えた。生活の陰に潜んでたものがなくなったおかげで息がしやすくなったわ。ありがとう。ここにいる友人はあなたの助けが必要なんだ先生。あら、メカニックじゃないわ。彼女は私に何の用があるの？この先生が助けてくれるのですか？先生こんにちは。人間の脳に私のデータとコアプログラムをダウンロードしたいのです。何をしたいって？彼女は本気？キュリーは戦前の研究データをたくさん持っているんだが、ロボットとしてはこれ以上研究を続けることができないんだ。なぜできないの？私のロボットシステムには基本的制限があります。人間的特性であるひらめきへの適応力がありません。あなたが提案していることを今まで考えたこともなかった。これは面白い問題ね。記憶はさほど難しくないでしょう。ここでは常にそれらを脳からコンピューターに変換しているからね。ラウンジはそういう仕組みよ。しかし彼女の性格はどうかしら。ロボット的なプログラムされた意思決定力などの余分な部分は？
普通の有機体の脳みそはそれらの扱いに困るわね。人造人間の脳ならどうかな。すでに両方の中間のようなものだし。もしかして人造人間は殺さないぞ。そんなことを示唆しているわけじゃない。説明するわ。人造人間には処置を施したことがある。記憶消去をしてインスティチュートのない人生を過ごせるように。でも処置がいつも成功するわけではないわ。何か問題が起これば脳死状態に陥る可能性がある。生きてはいても認識ができない状態のことよ。ある脳死状態の人造人間の世話人をしているわ。もし協力的であればあなたの友人の意識を彼女に移してみてもいい。やってみたい。あとは彼女の世話人の同意が必要よ。連絡が取れるまで一日だけちょうだい。警戒心が強いけど話は聞いてくれると思う。先生と一緒にいます。全てうまくいくと前提して処置に臨む際の準備をしておきたいのです。世話人はすぐ連絡をくれるはずよ。彼女は待っているような人じゃない。用心してください。リアクターコアのシールド装置が完璧でない場合は健康に被害をもたらすかもしれません。グッドネイバーを楽しんでる。地獄みたいな街じゃない。G519 の体を使用したいのはあなた。もう彼女を生かし続けるためのキャップがないんだ。近頃は生命維持を続けるのは安くても簡単でもない。わかる？装置を切るつもりでいた。そっちの提案の方が少しマシに聞こえる。彼女を腐らせるよりはいい。それは自分で判断しないといけないことだ。簡単に言わないでください。G5 は他に誰もいないから、あくまで私の意見だけど、この手術に同意する。ありがとう。辛いと思う。まああとは頼んだよ。キュリー、始めましょう。キュリー、全ての不必要な作業を停止して。そうだ。よし、接続完了。友人の記憶にアクセスできるわ。 G5 はすでに準備完了。すぐに終わるはず。はい、できた。私胸が。何が起きてるの？息をするの。自律機能よ。体の好きにさせてやって、うん、気分がとても変な気分です。話を聞いて。聞こえる？名前は何？私の称号は感染症脆弱性診断技術ロボットです。通称キュリーです。本当にキュリーなのか？はい、この耳だと声が違って聞こえますね。よし、上出来よ。
じゃあ認識機能をテストしてみましょう。1たす2は3です。ベースボールのボールが頭に投げられたらどうする？動きます。思い入れの深い記憶を考えてみて。最初に頭に浮かぶものを教えて。ドクター・バローはとてもご高齢でした。ボルト81で、私が住んでいたセクションでは唯一生存していた科学者でした。とても衰弱していて、自分のベッドで横たわっていました。キュリー、あなたは？と私に語りかけてくれたのですが、何かを言い終える前にお亡くなりになりました。あら、内側が変な感じがします。何が起きてるのでしょうか？大丈夫か、キュリー？機能しているように感じます。ですが、この気持ちは一体何でしょう？胸が締め付けられます。かわいそうなドクター・バロー。手術は成功したように見える。だけど相当な調節が必要だと思うわ。彼女がうまく順応できるようになるには、あなたの力が必要になるかもしれない。ありがとうございます、先生。この機会を与えてくれて。人類は戦争以来生活の形がなくなったおかげで息がしやすくなったわ。ありがとう。